69。いえ、君のことを言うんじゃないよ。あのメーテイ君がおったもんだから、そう立ち入ったことを聞くわけにもいかなかったので残念だったから、もういっぺん僕に言ってよく聞いてきてくれないかって頼まれたものだからね。僕も今までこんな世話はしたことはないが、もし当人同士が嫌でないなら中へ立ってまとめるのも決して悪いことはないからね。それでやってきたのさ。ご苦労様と主人は冷淡に答えたが、腹の内では当人同士という言葉を聞いてどういうわけかわからんが、ちょっと心を動かしたのである。蒸し暑い夏の夜に一縷の冷風が袖口をくぐったような気分になる。元来この主人はぶっきらぼうの頑固艶消しを旨として製造された男であるが、さればといって冷酷不人情な文明の産物とはおのずからその線をことにしている。彼が何ぞというと、むかっぱらを立ててプンプンするのでもシャリの消息は得得できる。先日花と喧嘩をしたのは花が気に食わぬからで、花の娘には何の罪もない話である。実業家は嫌いだから、実業家の片割れなる金田坊も嫌いにそういないが、これも娘その人とは没交渉の沙汰と言わねばならぬ。娘には恩も恨みもなくて、寛月は自分が実の弟よりも愛している門下生である。もし鈴木君の言うごとく当人同士が好いた仲なら、間接にもこれを妨害するのは君子のなすべき所作でない。くしゃみ先生はこれでも自分を君子と思っている。もし当人同士が好いているなら、しかしそれが問題である。この事件に対して自己の態度を改めるには、まずその真相から確かめなければなら。君、その娘は寒月のところへ来たがってるのか？金田や花はどうでも構わんが、娘自身の意向はどうなんだ？そりゃ、その、なんだね、なんでも、来たがってるんだろうじゃないか。鈴木君の挨拶は少々曖昧である。実は寒月君のことだけ聞いて復命さえすればいいつもりで、お嬢さんの意向までは確かめてこなかったのである。したがって炎天活脱の鈴木君もちょっと狼狽の君に見える。だろうた、判然しない言葉だと主人は何事によらず正面からどやしつけないと気が済まない。いや、これはちょっと僕の言いようが悪かった。令状の方でも確かに意があるんだよ。いえ、全くだよ。え、サイ君が僕にそう言ったよ。何でも時々は寒月君の悪口を言うこともあるそうだがね。あの娘がか？ああ、けしからんやつだ、悪口を言うなんて。第一、それじゃ寒月に意がないんじゃないか。そこがさ、世の中は妙なもので、自分の好いている人の悪口などはことさら言ってみることもあるからね。そんな愚な奴がどこの国にいるものかと主人はかような人情の機微に立ち入ったことを言われてもとんと感じがない。その愚な奴が随分世の中にあるから仕方がない。現に金田の細君もそう解釈しているのさ。戸惑いをしたヘチマのようだなんて時々寒月さんの悪口を言いますから、よっぽど心の内では思ってるに相違ありませんと。主人はこの不可思議な解釈を聞いて、あまり思いがけないものだから目を丸くして返答もせず、鈴木君の顔を大同駅舎のようにじっと見つめている。鈴木君はこいつこの様子ではことによるとやり損なうなと感づいたと見えて、主人にも判断のできそうな方面へと話頭を移す。